こんにちは、ジルです。今回は QI クエストガイドということで、おすすめの QI クエストやそれぞれのクエストの攻略法を紹介していこうと思います。 QI ジェムがたくさん集まるとめちゃくちゃ便利なアイテムと交換できるので、ジェムを効率よく手に入れたいって方はぜひ参考にしてください。まずミスター QI のクエストは全部で10個あります。毎週月曜日に掲示板が更新されて、10個のクエストの中から2つが選ばれて、どちらかを選択する感じになります。実はこの動画アップデ前に作ってたんだけど、アップデでいくつか修正されたところがあったんですよね。なのでなかなか出せずにいました。変更されたクエストは2つ、ジュニモカートのクエストは難易度が若干下がり、報酬がジェム10個から20個に増えました。レインボージェムを納品する4つの貴重な石はクエスト受注後に入手したものしか納品できなくなりました。この変更があっておすすめ具合も変わりましたね。個人的におすすめなのはこの3つ、状況次第でおすすめできるのは5つ、ちょっと微妙なのはこの2つです。まずは簡単に終わる上の3つのクエストから見ていきましょう。ドクロの洞窟への侵略、奥底にある危険、 QI のハングリーチャレンジは階段を用意できてたらすぐ終わります。ドクロの洞窟はどちらも100階まで、鉱山も120階まで降りるだけでいいからです。階段を持っていない場合は結晶コピーマシンで翡翠を複製して日曜日に砂漠で交換してもらいましょう。でも強化されたドクロの洞窟と鉱山のクエストはやりごたえがあるので、そのまま遊んでも楽しいです。強化版ドクロの洞窟ではモンスターが全体的に強くなっています。サーベットはこんな感じで長くなっていて強そうなんですけど、お尻の方でも攻撃が入るので、実は通常のものよりも攻撃を当てやすいです。スライムも強くなっていて、団子状になっているものは攻撃すると飛んでいきます。こんな感じで強くなってるんですけど、防御を上げて回復アイテムをしっかり持っていけば問題ないです。それから放射性の鉱脈っていう緑色の鉱脈がたまに出現するので、これは見つけたら割っておきましょう。後でクラフトとかで使います。強化版の鉱山は階層ごとに雰囲気がかなり変わっています。特に気をつけたいのは51階から80階で現れる緑色のゴーストです。このゴーストは魔法を使ってきて、食らうと2分間飲食ができなくなります。ゲーム内時間でいうと3時間くらいなので、この時間回復できないと結構困っちゃうんですけど、そういう時はジンジャーアイランドで手に入る生姜を使ってください。飲食禁止のデバフがなくなります。それ以外のモンスターはというと、見た目が変わったり強くなったりはしてるけど、倒し方は特に変わりないので、いつも通り倒せば大丈夫です。クエストが始まると鉱山のエレベーターと冒険者ギルドで売っている装備がリセットされるので、それだけ注意です。 QI のハングリーチャレンジは強化されていない普通のドクロの洞窟を飲み食いせずに100階まで降りるチャレンジです。でも洞窟に入る前にかけていたバフはそのまま残ります。前もってクラブケーキを食べておくと防御と速度のバフがほぼ1日中続くのでおすすめです。あとはスライムチャームリングとかクラブシェルリングをつけて防御を上げつつ、武器のスキルを吸血鬼にしておくと回復しながら進めるので、かなりクリアしやすくなります。じゃあその次におすすめなクエストですね。さっきの3つが出ていなかったら大体これを選んでます。まずは QI の親切心、これは1週間の間に50個大好きな贈り物をするクエストです。大好きなものをプレゼントするだけなので簡単なんですけど、プレゼントするだけで 2,3 日潰れてしまうので、個人的には少し面倒です。好きなものが人によって違うので、それもちょっと面倒な点なんですけど、これは準備をしておけば楽になります。そう、ウサギの足です。ウサギの足はペニー以外が大好きです。動物小屋でウサギをたくさん買っておけば頻繁にドロップするので、お金に余裕がある方はプレゼント用にウサギを育ててみてください。 QI の料理、
これは10万ゴールド分の出来たて料理を出荷するクエストです。簡単なのは雑貨屋で小麦粉を1667個買って、出来たてパンを1667個出荷するってやり方です。これには17万ゴールドかかります。それかコーヒー豆を育てていたらトリプルショットエスプレッソを作って出荷してもいいですね。トリプルショットエスプレッソだと223個で OK です。ただクエストを受ける前に作っていた分はフレッシュな料理にカウントされないので注意してください。 QI のプリズム屋敷、これは6種類の色のアイテムをそれぞれ100個ずつ納品するクエストです。大変そうって思うかもしれないけど、 QI の料理と同じでお金があれば簡単です。クエストをクリアするのにかかるお金はだいたい5万ゴールドくらい。まず赤色はスパゲッティが用意しやすいです。100個で2万4千かかるので、節約したい場合はフルーツとかサーモンベリーを使ってもいいですね。オレンジで集めやすいのは銅鉱石、黄色は樹液が一番簡単ですが、なければ干し草でも大丈夫です。緑は繊維が一番いいと思います。持っていなかったらミュータントバグの住処か鉱山20階で集めましょう。青は酒場の自販機で買えるジョジャコーラが一番手軽だと思います。紫は虫の肉か闇の結晶がおすすめです。このうちの4種類はお金で揃えられるので、だいたい1日あればクエストが終わります。大家族は3日間で伝説の魚の子供たちを捕まえるクエストです。これは釣りが得意な人には割とおすすめです。なぜかというと 1.6 で釣りが大幅に強化されて伝説の魚を釣りやすくなったからです。マスタリーの報酬でもらえる改良型イリジウムの釣り竿には浮きが2つ付けられるようになって、コルクの浮き2つを付けると釣りバーをめちゃくちゃ大きくできるし、気になるルアーをつけるとレジェンドを釣る確率が増加します。上級者の方はチャレンジ釣り竿を使ってみてもいいかもしれません。パーフェクトで魚を釣れば伝説の魚でも3匹一気に釣り上げられるみたいです。伝説の魚と同じように子供たちの出荷額も高くて、しかも3匹釣り上げられれば金策に使えそうです。でもかなり難しいんですけどね。もらえるジムは20と少なめなんですが、ついでにお金も稼ぎたいって人にとってはかなりいいクエストだと思います。ぜひ挑戦してみてほしいです。 QI の作物は QI フルーツを500個出荷するクエストです。 QI ビーンを集めて28日以内に種を増やして500個の QI フルーツを出荷しないといけないので面倒くさいなって思うんだけど、ジェムが100個もらえるし意外と難しくはないです。 QI フルーツの元となる QI ビーンはいろんなところで取れます。木を揺らしたり、木を切ったり、岩を壊したり、釣りでも取れますね。この中で一番手に入れやすいのは火山で岩を壊しまくるだったんだけど、 1.6 のアップデートで変わりました。今一番手に入れやすいのは宝のトーテムを使用してアーティファクトスポットから取る方法です。釣りだと時間がかかったり、需要度を割る方法だとなかなか出てこなかったり、火山だと手に入れられるのが1日で10個とかだったのが、宝のトーテムさえ持っていれば 2,30 個はすぐ手に入ります。宝のトーテムのレシピは採取マスタリーの報酬でもらえて、作るには硬い木と神秘のシロップと苔が必要です。クエストの残り日数がしっかり28日ある場合は、ビーンを30個くらい集めてからぐんぐん伸びるデラックスを使って種を増やしていけば500個出荷するのは難しくないはずです。クエストの残り日数が短いとビーンの数はもうちょっと必要ですね。クエストを受けるときは残り日数に注意して受けてください。あと残ってるのは2つなんですけど、これは正直微妙です。4つの貴重な石はレインボージェムを4つ納品するクエストで、10個あるクエストの中で一番簡単なものだったんですけど、アップデで難しくなってしまいました。さっきも言った通り、新しく見つけたレインボージェムしか納品できなくなったからです。クエストの期間は28日間、期間だけ見ると大丈夫そうなんだけど、もらえるジェムは40です。つまりレインボージェム1つでジェム10個です。ちょっと割に合わないような気がしますよね。しかもドクロの洞窟でレインボージェムを探すと1週間くらいはかかりそうです。イリジウム集めする人ならいいけど、時間もかかるしちょっと微妙な気がしています。それからこっちは
君はジュニモカートのエンドレスモードで5万ポイントを獲得することができるか。簡単になったらしいけど、でも無理です。それにジェムも10個から20個ともらえる数は増えたけど、それでもちょっと少なめな気がします。やっぱりジュニモカートが苦手な人にとっては微妙なクエストです。ただゲーム内時間を消費しないっていうメリットもあります。ジュニモカートってマリオみたいな感じなんだけど、こういう系が得意ならこれを選んでみてもいいかもしれません。以上が QI ジムを集める方法ですが、一応バグで増やすこともできます。島の施設を全部開放して残りをジムに交換した後、リカウントナッツと入力してみてください。14個のくるみがもらえるはずです。これを自販機でジムに交換すると無限にジムを増やせます。1.6 でこれなくなっちゃうかなと思ったんですけど、大丈夫でした。でも新しく作ったデータでジョジャオームを使ってクルミを全部集めてみると、このデータだけなぜかリカウントナッツができませんでした。ジョジャオームでクルミを購入した場合はもしかしたらできないのかもしれません。それ以外は多分大丈夫なはずです。バグ技 OK って人はぜひやってみてください。ということで QI のクエストガイドは以上になります。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。この動画が役に立ったって方は高評価、チャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。